鮮やかな作品を作るためには4色セットのカラー粘土がおすすめです。扱いが簡単なのですが、色を混ぜ合わせて作るのは子どもたちにとってはかなり難しいです。そこで初めにある程度色を作っておきます。袋から4色の粘土を出したら、白以外の黄、赤、青を半分に切ります。切った半分はそのまま置いておきます。濡れたタオルなどをかけておくと乾きません。さらにこれを半分に切って4分の1にします。そして黄色と赤、黄色と青、青と赤と違う色の組み合わせにします。そしてこの2つを混ぜていきます。ナイロン袋も捨てずに置いておいてください。普段油粘土を使っている子どもたちはコロコロ丸めたり指の先でつまんだりしますが、これでは色が混ざっていきません。混色するためにはちょっとやり方を教えてあげること必要があります。内側に折り込んでギュッと押さえる、内側に折り込んでギュッと押さえる、この練習をします。これを繰り返すとだんだん色が混ざってきます。黄色と赤で朱色ができました。先ほど残しておいたナイロン袋に入れて色移りしないようにします。赤と青を混ぜます。濃い紫ができます。黄色と青を混ぜます。そうです、緑色ができますが、子どもたちにとっては新しい発見ばかりです。こうして色数が3つ増えて、最初の白も合わせて7色ができます。これを基本色にして作っていくと、とても色鮮やかな作品になります。パステルカラーを作るには白にこの基本色をほんの少し混ぜます。色が足りないなと思ったらほんの少しずつ足していきます。中間色を作るには隣同士の色を少しずつ混ぜ合わせます。薄い方の色をたくさん、濃い方の色を少しにして混ぜて色の具合を見ていきます。全部混ぜずに必ず綺麗な色の粘土を残していきます。茶色は少し難しいです。オレンジを多めにとって、緑を少し混ぜるといいです。これも様子を見ながら近い色になるようにしてください。こうして作った色は最初に置いといたナイロン袋に入れたり、卵パックに入れたりして色移りはしないようにします。置いておく場合には濡れタオルで包み、初めに入っていた袋の中に濡れタオルごと入れて保管しましょう。作品例の動画もありますので、そちらも参考になさってください。